任天堂 3DS のいつの間に通信をご紹介します。いつの間に通信では映像コンテンツやゲームの追加データなどいろいろな情報をインターネットを通じていつの間にか受信することができます。準備は 3DS を閉じスリープモードにしておくだけ。眠っている夜の間や街に出かけている間も自動的に無線 LAN のアクセスポイントを探し、いつの間にかデータを受信していきます。一箇所で待っていなくても複数のアクセスポイントから継続的にデータを受信していくことができます。以下のサービスがご利用いただけるエリアでもいつの間に通信が可能です。本体の更新や無料ソフト、さまざまな映像コンテンツ。今日の路線はこちら。発見！本当！遊んだソフトを登録しておけばゲームの追加データを受信することも。いつの間に通信で 3DS はもっと楽しくなります。